クラリス・セ・リスペクトルはブラジルの小説家。日本ではリスペクトルと表記されてきたが、ラスペクターはペックの音説に強制があるためこれは不正確で、リスペクトルの方がポルトガル語の原音に近い。1920年、ウクライナ・ポジイリのユダヤ人集落地があった貧困地、チェチェリニクで生まれた、ユダヤ人家庭の出身である。同地は一連の戦乱によって荒廃。 生後感もなくして、両親と共に、ブラジルに移住する。ブラジル到着後、両親は名前を改めた。彼女は、出生名の早からクラリス生へと改名した。ペルナンブーコ州の港湾都市レシフェにある学校に通い、ヘブライ語やイディッシュ語を学ぶ。リオデジャネイロにある大学で法学を収めた。在学中に、ジャーナリストとして、活動を始め、日刊首都に寄稿した。 同級生の外交官と結婚。1943年に意識の流れの手法を用いて書いた小説、ペルト・デゥ・コラソン・セルビジムを発表し、23歳で分断デビューを果たす。本作は批評家たちから賞賛を持って迎えられた。リスペクトルは、ブラジルのグラッサー・ラニャ賞を授与され、さらに作家レード・イーボは、女性が書いたポルトガル語史上における最も、 偉大な小説と褒めたたえた。リスペクトルは小説を発表した翌年にヨーロッパへ立った。1944年の成果にイタリアのナポリに滞在。現地で連合国側として参戦していたブラジル遠征軍の軍病院で傷病兵の看護を手伝った。ローマでイタリアの画家ジョルジョディキリコや詩人ジュゼッペ・ウンガレッキと出会い意気投合。1946年。 ナポリで2作目の小説、オーラスターを発表。その後、夫がスイスのベルンの大使館に転任されたため数年間に渡って、スイス居住、1949年に3作目の小説、エーシダージ・シチアダを発表した後、イギリスに渡った。それから1952年から1959年までアメリカ合衆国に今日構える。ブラジルに帰国後、 執筆活動に専念して、1960年に短編小説、家族の絆、1964年にミスティック小説、GH の受難を発表。さらに、オスカー・ワイルド、エドガー・アラン・ポー、アガサ・クリスティの翻訳を手掛けた。死去直前に刊行された1977年の小説、エイホラダイストレラは、後に映画監督、 スザナ・アマラルによって映画化され、第36回ベルリン国際映画祭で、銀熊少女優勝を受賞している。リオデジャネイロで死去、同地のユダヤ人墓地に埋葬された。ありがとうございます。